いい音。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ビートパラドックスです。ミレディがタロット占いができるということで、はい、やらせていただいてます。はい、なので今日はご覧の皆さんの願望成就を、なんか願い事がいつ叶うのとか、今どんな状況なのみたいなのを見れたらと思います。これからカードを並べさせていただきます。そこからピンときたものを直感で選んでいただいて、でそれで1番さん、2番さん、3番さんっていう風に順番にリーディングしていきますので、であの概要欄にね、あの選んだ1番とか2番、3番に飛べるようにしといてもらえるといいなと思いますよ。なるほど、はい、それで飛んでみてもらえたらと思います。まず選択肢に使うカードはあのこちらのカード、オラクルカードですね。物語、あのいろんな物語の主人公が持ってる、このカードから選択肢を選べたらなと思います。はい、はい、こちら今先ほど選ばせていただいた選択のカードになります。1番さん、こちらですね、1番のカード、こちらが1番です。これ人魚ですかね。そうですね、これにピンときた方は1番さんを見てください。はい、こちら2番さん、はい、続いて3番さん、直感で選んでいただいてもいいですし、場所で選んでいただいてもいいですし、 1,2,3 の番号で選んでいただいても大丈夫です。そしてあの悩んだら両方見ちゃう、なんなら全部見ちゃう、それでも受け取れるものだけ受け取っていただけたらと思います。それでは1番を選んでくださった方に今からリーディングをしたいと思います。はい、1番を選んだ方ですね。願望成就っていうのはなんかこう人によって本当に小さなお願い事でもいいし、でっかい野望があっても全然いいんですけど、それをいつ頃かどんな感じになるか、アドバイス、キーワード見ていきたいと思います。はい、猫ちゃんのカードです。そうです、これ今日はね正位置で取っていきますね。ちょっと他のやつも展開していきますね。お、どんどん出てくる。はい、1番さんはですね、かなりあの戦ってらっしゃる方ですね。なんかこう心の中で戦うのでもいいし、実質こう何か揉め事とかが起きた時にね、こういろいろ自分の中で意見をこう言ったりとか、言えないなと思う時でも心の中で葛藤してたりとか、日々日常生活をねものすごく一生懸命戦ってらっしゃる方ですね。ただちょっとだけ頑張りすぎてるとこがありますね。今ね、出てきた、ジャンピングカードって言うんですけど、こういうジャンプカードは割とすごく意味があったりとかしてるんですよ。でこの1番さんはあの本当に日々すごくいろいろ頑張ってらっしゃるからこそ、まあ、ちょっとお疲れな感じも見受けられて、あ、いいですよ、いいの来てますよ。今出てるカードでこうスターのカード、それからペンタクルのクイーン、ですね、この今現在の様子、一生懸命さっき戦ってらっしゃるっていうふうに言ったんですけども、なんかかなり性格的に言ったらあの頑張り屋さん、すごく戦ってるっていうのも、あの情熱、自分の大切にしたいものがすごく強くあって、その大切にしたいものを守るために戦ってるっていうような言葉が正しいかなっていう感じです。で今多分、あ、こうなったらいいなっていう風に思うことが
やはりあるみたいなんですよ。でこういう風になったらいいなっていう風にその願いがね叶うかどうかって言ったらもう叶いますよっていう風に出てるんですよ。で結構本当これはいい感じの展開で、で、ただな叶うためにはどうしたらいいかっていうと結構ねこの方この1番さんを選んだ方って割と自分自身の心を戦ってる最中にあんまりこう飲み込む言葉があったりとか本当はこう言いたいんだけどあちょっと、様子見ようかなとかそういうふうにもしかしたら思っちゃってるかもしれないのでちょっと今後ねなんかこう言いたいことがあったら柔らかくこうちょっと伝えていくといいんじゃないかなっていう感じがあります。願い事自体はこれから本当にいい方向に行くっていうのに出てるんですけどやっぱりこう自分自身が躊躇してしまうそういったような感じのも出ちゃってるのでなんかねまあみんなそうじゃないですか。なかなかわがまま言えなかったりとかそういうような状況にたくさんあると思うのでせっかくねお願い事がこうあるんであればちょっとずつでもいいので口に出していくそんなような感じでいくといいんじゃないかなっていうアドバイスカードが出てます。で、今何か、例えば人間関係で揉めてることがさっき言った戦っている状況で人間関係が若干あれこの人とうまくいかないなっていうことがもし今あるとしたら一旦ちょっとステイ待ってくださいっていうカードが出てますね。いいタイミングが来るので今現在揉め事を大きくするよりもさっきねなんとなく言った方がいいって言ったのは自分の望みは言った方がいいだけどその人に対しての何かこう戦う姿勢で行くんじゃなくって自分のこういう風にしたらいいんじゃないかなみたいな思うことを伝えていくが大事な感じですね。ただその人と面と向かって戦っちゃダメみたいなそんなような感じのが出てますね。これ願望成就というよりも1番さんの場合は大きな目標というか本当にささやかな日常生活で若干今ちょっと大変なことがあるのかな。なんかこうもしかしたら人間関係的にちょっとしんどいなって思うことがあるのかもしれないですね。だから、そういう意味で自分のお願い事っていうのを叶う前にこの今の自分の環境をなんとか自分にとってより良きものにしたいそういうふうに考えていくと自分の方に運気が流れてくるかなって思いますね。先から見てみますね。おお、これ何すごい何色だろう。茶色っていうか、深いちょっと金っぽい感じもゴールドかもしれないね。で、これすごく似たカードが実は何枚か出てるんですけど今現在もし迷ってることがあるとしたら言い聞かせてください。あなたは最高です。最高の自分っていうのをすごくしっかりと思って言いたいことがあってもなかなか言えないかもしれない。でもちょっと自分はこういう風にしたいんだよっていうことをさりげなく伝える。でも面と向かっては戦わないっていうのはちょっと今はまだ少し続いちゃうかもしれないんですけどそのたびにいや私は最高なんだ最高なんだって思っててほしいかなっていう感じですね。はい、一番さんこんな感じですよ。では続いて2番のカードを選んだあなた様にリーディングしていきたいと思います。ヘンゼルとグレーテルを選んだ2番さん、はい、じゃ続いてすごく大きな目標があるみたいです、2番さん。2番さんとても大きな目標があって、でちょっとロマンチストな方ですね。男性でも女性でも
の男女問わずですね、あのすごくロマンチストで、自分の目標に向かってコツコツと、まあ、ロマンチストって理想を掲げて、それだけじゃなくて、ちゃんと理想だけじゃなくてコツコツと努力をされてきている方ですね。そして割とあのよしやろうと思ったら積極的に行動するお力もある方なんですけど、今ちょっと元々の性格がそんな感じなんですけど、今ちょっともしかしたら八方塞がりとかそういったタイミングが最近あったかもしれないですね。あの八方塞がりって言っても、あの人によって大なり小なりいろいろあると思うんだけども、あれどうしたもんかな、あ今後どうなっちゃうのかなみたいな、そういった八方塞がりみたいな感じがもしかしたら最近終わりでありましたら、ちょっとこの状況と合わないなっていう方は他の選択肢読んでいただいてと思うんですけど、あの少し八方塞がりのところがもしあったら、これからねいい方向に向かっていきますので、ちょっとそれはひとまず安心していただけたらなと思います。ただちょっとね、その今八方塞がりの原因は何なのかってちょっと見させてもらいますね。まあ八方塞がりじゃなかったらそれはそれで今ある大きな夢に向かってコツコツとこれからも続けて生きていただけたらと思うんですけど、なるほど、あの割と結構近いうちにそれは解決しますね。あの今もし八方塞がりで悩んでる方いらしたら大丈夫、さっきもねあのそのうち大丈夫ですよって言ってるんですけど、あのいつそれはいつって言ったとしたら、あの近々1ヶ月もかからないです、ちゃんと解決しますよっていう風に出てます。だから安心していただけたらなと思います。すごい、今こう例えば頑張ってることがもしあるとしたら、これからあの心配しないで大丈夫です。今進んでる道、今もしかして立ち止まっちゃって、あなんかうまくいかないってことがあったとしても、そのまままっすぐ行っていただいて大丈夫ですっていう風に出てます。 No need to worry、 心配しないでっていう風に出てますね。あのでも結構だから頑張り屋さんだから、なんかちょっと障害があってああってちょっと思っちゃった時があったんじゃないかな。あここに愛があるっていうアドバイスが出てますね。これってここに愛があるって、これは自分自身が愛というよりは、こういう時って周りを見渡してみてくださいって、あなたはすごく愛されてますよっていうメッセージを今もらってる感じです。もしかして今うまくいかないことがあったとしても、周りを見たらあなたの周りにはものすごく協力者の方々がたくさんいらして、そしてその人たちのおかげでまだまだ頑張れる、なんか周りがいるから頑張れるみたいな、そういったところもあるのかもしれないですね。ものすごく、いい方向に今後行くよっていう風に出てます。ちょっとね今少しだけ気になったので、ラッキープレイスみたいな、ちょっとこう八方塞がりどこにでも行けるような気持ちじゃない、もし、お気持ちでしたら、場所どこに行けば運が開けていけるかっていうのもちょっと見させてもらいますね。これすごく同じカードなんですけど、あなたの周りには支えがたくさんあるよっていうのが本当に同じ意味のカードが出てるんですけど、出かけるとしたらね、メルカリとかそういうような通販サイトとかを眺めたりとか、あとアンティークショップとか、そういう雑貨屋さんとか、そういったところに行くと何か、あこれ欲しかったのって、それをこう手に入れたら、めっちゃ元気出てきたみたいな感じのことがあるかもしれないので、もしよかったら遊びに行っても、遊びに行く、もしくは探してみる、出かけられない状況だったら探してみるがいいんじゃないかなっていう感じです。でもものすごく周りに協力者がいらっしゃるので、周りの方に困ったら相談するといいよっていうふうに言われてますので、ぜひぜひそんな風に過ごしてみてください。では続きまして、はい、3番を選んだ方、はい、3番様、これエメラルドシティです。オズの魔法使い、願望成就ね。では状況を、いろいろ見ながら、3番さんの願望成就、これからその願いを叶えるためにどうしたらいいか、アドバイス、キーワード見ていきたいと思います。はい、
はい。はい。はい。なるほど。そうだ。あー、なるほど。一番さんにちょっと似てる。一番さんと悩んだ方がいるかもしれない。一と三どっちにしようかなって。さっき一枚だけ出てたけど。あのね、お仕事頑張ってるとか、そういう仕事頑張ってるとかね、なんかこう夢に向かって頑張ってるとか、あと何かに向けてなんか本当に切磋琢磨してるっていう時にこういったカードが出ます。3番さんもめちゃくちゃ頑張ってらっしゃる。カップって恋愛問題とかそういう時に出るんだけど、全然出てない。1個しか出てないですよね。出てない。あれはコツコツ続けてるって意味で出ちゃってたので。どっちかっていうと、だから今ご覧いただいてる方は日頃から頑張ってらっしゃる方が多いんじゃないかな。みんな戦ってるんだ。戦ってるんですね。で、あの3番を選んだ方、率直に言うと、あの夢はね、もう近々ね、叶いますよっていう感じで、結構割と早いです、ね。ただ、今ちょっと心配だなと思ったのが頑張りすぎ。これが1番さんとちょっと似てるところ。少し頑張りすぎてるかなっていう感じがあります。ただ目標は大きい、すごく大きくて展望があって、こういう風にやっていきたいっていう目的もすごく強くあって、それに向けて頑張っていて、でこれがあのうまくいくよっていうのが出てるんですね。ただね、ちょっとだけね、時々だけど、物足りないなと思う時があるのかな。今一生懸命頑張ってるし、大きな夢もあるし、願い事がこうなったらいいなっていう熱い思いもあるんだけど、こんなもんじゃないみたいな、もっともっともっとだよみたいな、なんかそんなような気持ちがすごく強いかな。願い事はね、あの大丈夫、今目標としていることが叶いますっていうのは出てるんですけど、まあ、それに向けてのキーワードちょっとだけ出させてください。ライバルがいるのかもしれないです。頑張ってる、仕事で頑張ってる、夢に向かって頑張ってる、何かこう本当に頑張ってるんだけど、ちょっと周りに少しこう邪魔っていうわけじゃないんだけど、自分で気になってる人がいて、あの人には負けたくないみたいな。あ、なるほど、それがあって頑張りすぎてるのかなっていうのがありますね。あなた様の夢は叶うけども、頑張りすぎちゃう理由がそういうところにあるかなっていう感じですね。でも具体的にいつ頃、目標がどんな風に叶っていくか見させてもらいます。このライバルさんに対しての、もし若干こう絶対負けたくないとか、そういう気持ちがあって頑張りすぎているようでしたら、それはもう考えなくていいですよっていうふうに出てますね。これが手放しなさいっていうカードが出てる。手放して、そういう考えは手放してください。Year from now ですね。1年後、あの天気が訪れます。おお、具体的。今見た時がタイミングなので、これをこうポチッと押して、今見てる方、これから1年後ですね、1年後に、天気が訪れますので、その時にその天気のサインを見逃さないでほしいんですね。でそのサインっていうのは、誰か第三者が持ってきてくれます。何かお話とか、あの大きなお話かもしれないよね。なんかすごくいい、あなたにとっていいお話がやってくるのかもしれないです。その時に、あのだから手放しなさいのカードは、ライバルさんに負けないように、頑張れ頑張れ、寝ないで頑張るとか、そうじゃなくて、もっと楽しんでやっていくといいのかもしれないですね。その方が、あの1年後のサインを受け取りやすい。頑張りすぎちゃうと見えなくなっちゃうところがあるので、そこをちょっと気をつけていくといいのかなっていう感じがあります。具体的なアドバイスもらいますね。あー、なるほど。ちょっと待ってない、やっぱ頑張るんだな。人知れず落ち込むこともあるみたい で、それを見せたくないっていうか、なんかこうなるべく陰で
ってなって、人前では一生懸命笑ってみたいな感じがあるんですね。もちろんそれでいいんですよ。なんか本当に頑張ってる結果も出てるので、だけどちょっとね、休んでほしいかな。やっぱりこう今やっていること自体が間違ってるわけでもないし、あの進んでいる道も問題はないんですね。ただ見えなくなるほど疲れるね、見えなくなるほど頑張らない方がいいのかな。何かこうしっかりと休息を取りながら、休みながら、そしてあのたまにはこうどっかに遊びに行ったりとか、これは、割と豊かになっていきますよっていうサインが出てるので、安心して、なんかもしかしたらね、安心できないのかもしれない。自分が休んでる間にも誰かは頑張ってるから、自分も頑張んなきゃみたいな、すごいな、ね、思ってるのかもしれない。だから休んでください。すごいラッキーカラー見たらガーネットですね。スペシャルティンガーネットなんで、赤だけじゃないですね。赤とか金色とか、無限の想像力っていうのがあなたにはあるので、なんかこう休んでれば休むほど、休むほどって言ったら変か、でも休む時間から想像力がさらにさらにインスピレーション、ひらめきも湧いてくるっていう風に出てますので、あのたまにはねお散歩とか行くといいのかな。なんかこうちょっと違うことをしていくといいかなって思いますね。ちょっとしたね、気分転換するだけでも、こうひらめきが全然変わったりとかありますもんね。そんな感じがね、ありますよ。無限の想像力ってすごい言葉ですね。パンパンさん、あーめっちゃいいカード来ちゃった。これでもなんかいい意味でね、すごく人と誰かと一緒に共にあのやっていける。だからさっき1年後にサインがある誰かから何か、まあいいお話があるのかもしれない。その人と一緒に何かやっていけるのかもしれないです、パートナーシップっていうかね、何か一緒に何か物事を取り組めていける。あと動物園行ってください。動物園に行ってお散歩に行くといいと思います。動物さんで癒されて、癒されてください、ぜひとも。はいはい、そんな感じの3番さんでした。はい、ここまでは、1、2、3番の方の選択肢だったんですけど、せっかくなのでアンジェラやろうと思います。やったー。はーい、ちょっと浄化してからね。アンジェラは今何を聞きたいですか。まあ、このチームとしてというか、YouTube だったり、ミートパラダイスで映画を撮っていたりとか、いろいろ動いていることが、どういう風になっていくとよりいいのかなみたいな、すごい漠然としすぎてるんですけど、大丈夫大丈夫。ミートパラドックスが今後どんな風に動いていくといいか、そう、いろんな人にね、もっとこう知っていただけたり、応援していただけたりとか、そうですね、メンバーもたくさんいるので、ちょっとだけアンジェラ、一回って回してもらっていいですか。アンジェラパワーを入れてもらいます。でもタイムインだとね、選択とまた違うやり方であのやります。こういわゆる YouTube いろんな観点もそうだと思うんですけど、選択のリーディングのスプレッドと対面でやるスプレッド、展開方法若干違うんですよ。どのくらい混ぜたらいいですか。大丈夫です。いいですか、混ぜていきていき。それで、ビートパラドックスの今後どういうふうに動いていったらいいか、はい、やってるんですけど、はい、過去現在未来っていうのがね、あの出てるんですけど、はい、まずこう一人の人リーダーの元に集まってみんながやってるっていうのがこうくっきり出てるんですね。クイーンの子、あのその人の元に集まっていろいろと動いてるっていうのがこれは過去ですね。過去、まあ今もそうです。で今はちょっとだけそ
そこから進んでいろんな人にアドバイスをいただいて動いてますよって、これが現在、たくさんの知恵のある人、知識のある人、そういった方のアドバイスっていうのが今ビートプロダクトめちゃくちゃ必要で、その人たちのおかげで今動けてるっていうカードが出てますね、これ今現在で、今後ですね、これが過去現在で、で今後としては流れるようにまずはやってみましょうと。流れるように、だから要は流れに乗っていくことですね。ただ大切にしてほしいのは誠実であること、なんかやっぱりそれはすごく大事にした方がいいですよって言われてます。なので、これから YouTube の YouTube だけじゃなくって、講演活動、 YouTube、 ビートパラドックスとかやっていくこと、受けたものをこう誠実にやっていく、そしていろんなオファーがあったら受ける、ただし欲だけで動いてはいけない、目がくらんではいけないっていうような状況ですね。そして今から 2,3 ヶ月後に新たな目標が生まれます。今から 2,3 ヶ月後で考えていいんだけど、はい、新たな目標が生まれます。でその目標に向かって頑張っていけそうですよっていうのが出てますね。すごくいい感じです、具体的にその目標を明確に描いてください。協力し合うことがめちゃくちゃ大事、まず目標を書き出して、こうした方がいい、ああした方がいいっていうのに書き出して、全員で協力していく。で今後ビートパラドックスが、あとアンジェラがどんな風に切り盛りしていけばいいか、なんか許すことそれからアイディアとインスピレーションがすごく大事。アンジェラのアイディアとかアンジェラの直感はかなりビートパラドックスの今後にとてもいい方向に行くので、いろんなアドバイスを聞きながら誠実にひらめいたってことがあればそれをやっちゃう実際。大切なのはなんかこうみんなで協力してやっていくことなので、そのアンジェラのひらめきをしっかりと、書いて渡す。書いて渡す。なんかね、書くのが大事みたいです。書き出す。書き出して渡す。あ、そうね。ちょっとしんどい時に来るかもしれないですね。これはそうです ね。何かを一つやることは ね。だけども、しんどいことがあっても協力していければ大丈夫っていうふうに出てます。で困ったら相談してください。何か困ったら相談してください、はい、誰に相談するか聞いていますか、はい、誰に相談するか、はい、相談いろんな人にあれですかね、やっぱり相談したりアドバイスをもらった方がいいとか。そうね、一人じゃなくて、あ、見てすごいピックアップできるんです、めちゃくちゃいいこと起こるって。へえ、めっちゃだよ、めっちゃ。じゃあこれから先すごくいいことが起こるから、そのためにアンジェラと私がどこに行けばいいか、どこに行けばいいか、はい、見るね。はい、初めて来たこのカード。へえ、なんか美術館かもしれん。美術館、そうか、道しるべがありそうなんです。閉じこもらないで出かけて、そこで発見がつながってくる。へえ、行きましょう美術館に。はいこれは上野だ。行きますじゃあアンジェラちゃんに、はい、個人的にアンジェラちゃんのアドバイスカードもらっておきます。はい、ピンク、ピンク、ちょっとたまにはピンク着なよ。分かった、ピンク色の服を着て、あ、服はダメ、やりすぎだね。ピンク色の何かをつけて、何かをつけて、上野に行こう。 はい、次回ミレニータロットシリーズが決まりました今で、トルマリンがいいって、トルマリンがいいらしいですね。だからビートパラドックスが今後良くなるためにはそれだ。じゃあトルマリンを
求めて上野に行く。上野と浅草に行こう。浅草、うん、浅草にあるんですか。浅草にある。おお、上野と浅草に行きます。行きます。はい、そんな感じでした。ありがとうございます。はい、いろんな皆さんのお力を借りて、はい、このビートパラドックスがもっと発展していくというミレディの鑑定、はい、でしたので、はい、はい、引き続き応援いただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。